簡単マジック、マジック歴15年、ポンチです。はい、今日は昨日のマジックが難しすぎたということで、簡単なマジックを解説していきます。お楽しみください。実演、1枚のコイン、このコインをこすってやると消えてなくなります。はい、じゃあ解説していきます。今日覚えるのはラッピング。ラッピングっていうのはこのコイン消えます、机の下に処理することをラッピングと言います。こうやって消すのもいいんですけど、まあ、動画でやったのはこんな風にこのコインこすっていくと消えます。どうやってるかっていうと、コインを持ったように見せて前に出します。前に出すんだけど、前に出そうとする動きで本当は出さない、コインだけは出さない。でそれをでこの辺で下げていく。コインを出したように見せて今この下のあたりにあります。それをちょっとずつちょっとずつ下に持ってって落としてあげる。落としてあげたら手をもっと前の方に出して消すと、そうすると自然に見えます。横向きでやると手を置きます。置いてこう持ってってこの辺で処理する、で落としちゃうってことだね。ちょっとの練習でマスターすることができるんで試してみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。友達と遊んでる時、デートの時などさりげないマジックが非常に受けます。ぜひやってみて驚かせてください。ではまた明日お会いし、忘れてた、床に落としたらダメだよ。膝の上に落としてね。バイバイ。